タイムワーナーセンターは、ニューヨーク市マンハッタンに立つ連結型の高層ツインビルである。スキットモア・オーイングズ・メリルの EN、デビッド・チャイルズによる設計で、エリア・プロパティ・パートナーズ及びザ・リテイティット・カンパニーズによって開発された。750フィートの2本のツインタワーが低層部のアトリウムで連結した構造となっている。 アトリウムの高さは46メートルで内部はショッピングセンターとなっている。ニューヨークコロシアムの解体の後2000年11月に建設が始まり2003年2月27日にトッピングアウト式が行われた。この土地及び建物は2006年にニューヨーク市で最も高額の1.1ドルビリオンを記録した。もともとは AOL Time Warner Center という名前で建設された。ミッドタウンとアッパーイーストサイドにまたがって、コロンバスサークルの西側を取り囲むように建っている。延べ床面積は26万平方メートルで、オフィスビルと居住ビルホテルにそれぞれ分かれている。オフィスには、Time Warner や VMWare の研究開発センターなど、ホテルには、マンダリンオリエンタルホテルニューヨークが入っている。 ビル低層部のアトリウムは、ショップスアットコロンバスサークルというショッピングモールになっており、地下には、ホールフーズマーケットが入っている。またこの複合施設には、ジャズアット、リンカーンセンターの1200席の劇場や、CNN スタジオが入っており、他にも、CNN のアンダーソン・クーパー360度、EN、エリン・バーネット・ウト・フラント、そして EN、 ピアーズ・モーガント・ナイトなどのショーがライブ放送されている。このビルの外ではよく CNN の EN、ジャンヌムズが通行人の突撃インタビューを行っている。このビルには複数の住所が割り当てられている。オフィスビルはコロンバスサークル10号、ワンセントラルパークという名前のサウスタワーはコロンバスサークル25号、マンションとホテルはコロンバスサークル80号である。 一セントラルパークウエストの住所は、向かいのトランプインターナショナルホテルタワーに割り当てられている。このタワーの所有者のドナルド・トランプは、我々は、本当のセントラルパークの眺めと住所を持っていると言って北斎園だとされる。ありがとうございます。